A 番内から C 番内まで全てのプレイヤーは行きましたか、移動済みましたか、大丈夫ですか。C 番内のウヒアハチームはまだ、あ、それ、うん、OK、 じゃあ終わったら移動してください。じゃあちょっとね、3台同時で始めたいと思いますんで、それまで適当に音楽でも聴いてください。あ、ダメだ、音楽聴いてちゃダメだ。まあ始めちゃおう。ちょっと時間も8時、あ、違う、7時か、7時回っちゃいましたので、3月1日の土曜日、イグザード 3-on-3 大会の方を始めていきたいと思います。それではスタートボタンを押して始めてください、よろしく。さあ A 番内の方、ちょっとねマイク音量うるさいかもしれませんが、ご了承ください。そんなもんか。 A 番内が固定チーム対固定チーム、 1B 側コンソメポチョムキン、ボブザトアインカイチーム、 2P 側オスカイノ、 KSK スレイヤー、テンムスカイチーム、先方テンムスカイ。C 番内はですね、本日ちょっと PR が動いておりまして、その隣で行います、よろしくお願いいたします。こんなカラーあったんだ。はい、あ、今ちょっと待ってくださいね。あれ、ウヒアハチーム、ウヒアハチーム、あ、もう後ろで、いよいよいよ、もう試合で、試合で。さあロマケンから無理やり近づいて、タチケイです、足払い、ハンブレからタチケイ、おっと、どうした。ここは勝利権ヒット、ジャンビを置いてグリーンのセバーカーラン2敗差が漏れてしまった。イエローロマンキャンセルを使って相手にディレイをかけますが、ここはダメ。3番はポチョムキンバスター牛丁、一方選手はコンソメポチョムキン。3敗からグリーンのセバー、今回から追加されました。3敗したらエースからガトリング可能となっておりまして、エースカウンターヒットするとね、持っていくことができます。かっこいい。ジャンディ、ダウンを奪ってブリッジシールドを打つも、ここはタイミング合わず潰されてしまいます。雷撃、雷属性のね技を当てますと、こう青色に光るんで、ブリッジ取ってんのか取ってないのかよくわかんないですね。投げて下ブリッジで、オキセル下げていくか、捕まえていく、空中ダッシュをヘブンリーポチョムキンバスター、大ダメージを奪って画面端、タッチ系からのポチョバス。さあちょっと難しい、なんか回は重いらしい。あー、またもや投げられてダブルアップ、勝ったのはコンソメポチョムキン。勝利して制覇せずが絶望の国だ、公正外交と呼んで互いに腹を割る。ゲームオーバー。Guilty Gear Who dares to enter the main? 毎回スレイヤーって書いちゃうんですけど、本日のスケさんのキャラはソルとなっております。チョッキン vs. ソル、 Get ready to rock Heaven or Hell Duel 1 Let's rock ゴールスピードは違う、なんか何事も起きず一本選手、どうせやばそうな。さあここはうまい、タッチアイからヒートエクセント、距離は離れてしまいますが一気に近づいていかない、すいません。 S 燃えてジャンピーからヒートはつかめず、足場に対してダッシュを合わせていくが、デコピン返して煽りの仕様なので途中で消えてしまう。おっと、トリシュールの無敵を合わせていきたいところですが当たらず、ハンブレーじゃねえ、ハンマーイエロー、ハンブレーがあんま今回使われないですね。いけ、足からジャイス与えられ入らず、
昇竜拳漏れる。タッシーハイスラムで決めて勝ったのはコンソメホジャメキン。技や経験が圧倒的な力の前に俺ポチョムキンでスレイヤーやってたけど勝てんかった、無理だった。ギルティギア。Who dares to enter the main? さあ最後の一人となりました。ツーピー側オスカイノ、オスカさんがね、あのホバーするとゲージ増えないんですよと言ったんですけどね、マジでバグだったらしいですね。さあ開幕 ICBM 突っ込んでいく。これね、あの音符途中で当たっても一応は近づけるんで、イノセンありかなと思って振りまくって遊んでたんですけども、さあ勝ち組からバーストガード、イエローロマンからジャンハイ投げて置き詰めは勝ち組に対してバースト2K や初来安定後に一応飛べるということなので、下段でその5秒潰していった形でしょうか。ただこの遠距離、このケミカルが2段破砕になったということでね、ハンマーちょっと取ってしまうと確定で持ってかれそうです。ノバキャンからハイスラー、キングス、エンエス、エクステンドまで決めて、まだ残る、ダウンは取れているか、タッチ系 2S 前メガフィスト、オーサムポチョメキンが強い1本選手でリーチ。さあ横蹴り縦蹴り、今回は連続派生ができるようになっております。あーとこれは消毒だったっけ、消毒って読むの分かんないけど、みんな消毒って言ってるか、消毒って言ってみましたが、あれは体育投げですね。タッチ系足払い、おっユリアンからのエクセンドスピードつかめず、ロマキャンは発生が5フレームということで、今ロマキャンのモーションが出たんですけど、ロマキャンはできず縦蹴りで落として、めんどくさい。さあここは無理をしない、なんでなんで反撃を、あっ怖がってしまったか、ロマキャンがあるから多分反撃だと思うんですが、 S ハイから ICBM 置き攻めは DP から距離を離す、プレッシャーありますからね、ポチョロキに飛んできたら怖いっすよね、あんな巨体飛んできたらね。足からケミカル置き攻めはどっち、何これ2ハイスラか、おお、しっかり読んでいましたかったのがこの際ポチョロキン。作戦に支障はない、了解だ、次の報告を待つ。はい、まだ試合ありますんでね、帰らずにお願いします、ちょっと通してください。わからん、戦うことそのものが目的と化したかのような振る舞いだ。では A 番台、もっちーさん来ました、来てないようだったら FAB さんのチーム、あ、じゃあちょっとできねえんだ、あ、ちょっと、はい、もっちーさんいらっしゃいますか、もうすでに来てますか。Guilty Gear Exile。 もしいらっしゃらないようであればちょっとすいません、影響隊は街に入るんですが、なるほど、じゃあすいません、影響隊ちょっと街に入らせていただきます、すいません。
新筐体終わりましたか。はい、勝ったのはシェレさんチームだよ。はい、宇田さんのチームまだ、ありますので、そのまま待機でお願いいたします。じゃあすいません、シャリアさんのチーム、連戦になります。こちら影響体になりますね。対戦相手 FAB ポジムキンロイソルタナバタファウストのチームになります。こちら影響体になりますので、代表者じゃんけんの方お願いいたします。はいですね、もちさん来た？まだ来てない。もちさん来たら教えてください。 B ランダイじゃあもう負けトーナメント0回戦やっちゃいます。ウヒヤハ、宇田、キムさんのチームとオスカー、ケイスケ、テムスチーム、なんだっけこれ、配信台じゃなくて運営台前の台でね、よろしくお願いします。でこちらは FAB さんが出ているということは、1回戦勝ち上がりました、シャリアさん、ミツルキさん、ケントさんのチームと FAB ホチョムキン、ロイソル、サナバのファーストチーム、シャリアファースト、ミツルキ、アクセル、ケントカイとなっていますが、先方出てるのはケントカイ。さあここで一旦引くシャーディーデンジャータイム 3-2-1。 はい、まずはコパンが競り勝っていきます。ネガからつなげてきてガッツながらそれ関係からライドとライトリング、おーやっこいい。今回のライドはなんかね、地味ながらも高性能。上海から2ペアスプライ大きい攻め、上海2ペアハンプレから動きましたが、ここはダメ。煙が出てたから、なんかな、取り締めるかな、かな。あれ、宇田さんのチームいますか。宇田さんのチーム B バンダイで配布1回戦、あ、こちら、じゃあこちらでお願いします。作戦変更の必要あり。Duel 3, turn up the heat. ジンジョさん入ります。ここだここだ、じゃあ実況変わってミュージックいきますね。はい、ポチョブキン、自分も今日イグナード初めて触ったんで、まあ何も分かんない状態でやってる状態なんで何とも言えないんですけど、まあ、ポチョブキンがね、あのエヴァ2号機のあの回みたいな感じでバックコンバックコンと画面端決めてロバキャンから、ここはバスト、今回バースト空投げできないっぽいね、なんか。うん、多分ちょっと狙ってみたんだけど、空投げできるよ、できる、できないよね。なんか結構バーストの仕様も結構変わってるみたいで、空投げができないみたいな感じがしましたね。あとまあなんかうまくロマキャン使って、なんかこう攻めに緩急つけて崩していくみたいな感じの立ち回りがイグザードでは結構主流になってくるのかなって感じが
やった感じですけど、個人的な感想ですね。こんな感じのゲームになるのかなと思ってます。まあでも今はやっぱね、コンボがあんまり変わらないっていうのとアウトベースになってるんで、やっぱソルカイがやっぱ結構猛威を振るってるような感じもしますね。キャラダイヤ見る限りでもそんな感じがします。あとはファウストとかそこら辺のキャラが結構強かったりしますね。とりあえずね、なんかあのキャラ背景とかでシンとか出てきてるんで、僕そっちのキャラの方に期待してるんですけど、今現状ちょっとまあソルとかイノとかいろいろ触ってみたんですけど、まあ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 、ゲームとして新しいゲームだなっていうのはすごいあるんで、それはすごい面白い形になってるとは思うんで、みんなイグザードやったことないか、まあギルティシリーズは触ったことない人でも触れるような仕様になってるとは思うんで、ぜひぜひみんな高田の馬場帝にギルティギアイグザード対戦しましょう。まあ、いきなり宣伝臭くなっちゃいましたけど、実況やってないと、まあ、下段刺さってハイジャンプから、これは PR でもあった置き攻めですね。今のところだとまだ打開策がないのかな。でも今回はあれなんだよね、置き攻めでブリッツとか結構こすったりすると割とブリッツで取れちゃったりするんだけど、まあ、ブリッツのモーションをブリッツやられの状態はブリッツでキャンセルできるから、相手が攻撃しに来たところをブリッジで刈り取るみたいな、そういう読み合いもあるみたいですね。これがきつい。ハンブレキキャンしてから黄色キャンセルがね、これ結構目の前で止まられると攻めが止まっちゃうんで、防御側も結構ひよってそのままガードしちゃうっていう場面がすごい多いですね。実際自分もキキャンされた時のガード硬直っていうか、その硬直みたいのが全然把握できてなくて、ガンガン投げ取ってるし、マジやばいっすね。まだ僕新キャラのベッドマンを見てないんで何とも言えないんですけど、ベッドマンも結構面白そうなキャラなのでちょっと見てみたいなって感じはするんですけど、やっぱね、今回見る限りでは既存のキャラを使ってる方がすごい多いので、あと自分は名前言ったことない人結構多いな今回は。なんか今回ハウスすごいなんか物投げの種類増えたじゃないですか。なんかオイルカットか、あーヒートエキセント、はい、勝っているのはヘビーポケモキン。なかなか同士でこのカットだけ見るとなんか某キャラにちょっと見えてくるのがあれですけど、なんかハウス今回じゃちょっと可愛いですよね実際。そう、なんか何もしないと顔ビヨーンみたいな、なんか顔ビヨンビヨンになってるんで、そこは可愛いなと思います。性能はきつくですけど、ポチョブキンはなんか僕の聞いた話だとゲームに参加してないみたいな話聞いたけど、お医者さんの見てる限りは割と戦えてるのかなと思うんですけど、それはレジェンドだからなのかな。まあ確かにカードは認識しない感じですかね。スタートボタン、はいはい、あーこれはこの組み合わせはやばい。ちょっとこれは大会で見たくなかった組み合わせですね。やばいっす、さっきの試合見てた感じはやばいっす。これめちゃめちゃ面白いですよ。これはねむせるね、マジで本当にむせる。エンエス、なんか新しくアクセルに追加されたハイタカの構えってやつが画面端から端まで届いて結構なこう速い技なんですけど、あれやられてるとポチョモキンが結構何もやるような手段がないんで、ブリッツで返すとか、あーっとここで青バー花火してボンバーを打たない、タチピースライドヘッドはきっちりとジャンプでかわしていく。ここもきっちりと対策を取ってきている FAB ポチョブキン。ハイタカの構え、1段目上段を直がして、そこからスライドヘッド、テッセで避けていく。ヒートエクステンド、まだヘルファイア状態なんで分からない。なんかポンポンエフェクトが入るからね、今回本当イグザード派手になってなんかいいなって思いますね。あと BGM が、まあ、相変わらずは本当にいいです。ギルティシリーズはやっぱそこが素晴らしいなと思いますね本当に。
あと新しいことに果敢に挑戦するこの姿勢みたいのがすごい好きです。ジャハイ重ねて高校は多分詐欺飛びになってるような感じがする。メガフィストキャンからあとね、アクセル側のね、あの S 面点がすごい強いらしくて全身無敵みたいな感じになってるらしいんですよね。で、カウンターヒットすると画面端まで吹っ飛んじゃうんで、そっからハイタカの構えで大きい攻めみたいな、タッチ P で受け身狩り、ヒートエクステンドまで勝っているのは FAB 補助金。対象の沈黙を確認。了解だ、次の作戦に移れ。チャンピオン、ウィン、ストレイト。あとなんか今回あの受け身狩りで空投げしたりするとガチッと掴んでる感覚がすごいあって、今回はなんかすごい空投げが気持ちいいですね。個人的な感想ですけど、これはさてさて、まあアクセル、そうですね、これはどうなんだろうか。次どうしましょうか。モッチーさんって今は来てます？来てませんかね。今見た感じ来てなさそうな雰囲気ですね。ちょっとそれだと試合ができないような感じなんで、大会がなかなか進行しませんね。まあ今日はアゲオイエローとか画像ファーストとか、なんかなかなか面白いメンツが見られるんで、ぜひぜひこうね、まだまだ退場しないでみんな見てってほしいと思ってます。あ、再生、はい、3-0、はい、わかりました。あ、誰か一応負けの、もちさんと0回戦が終わってんの。お、じゃあちょっとお願いします。ちょっとただもう待てませんので、まあ配布もありますし A 番台行こうと思います。投げファースト、画像ファースト、アゲオイエローチームとサウダーベッドマン、アゼスケメイン、モッチソル、こちらの方でお願いします。サウダさんとアゼスケさんであげてください。はい、でモッチさんは到着次第合流という形でお願いいたします。よろしく。アゲオチーム、じゃあね、B 番台はね、もう一つできますしね、今、終わってしまいました、シャリアさん、ミツルギさん、ケントさんのチームとうちのチームが、配信台前、配信 PC 前、運営席前のこちら B 番台でお願いいたします。サウダさんとはですけどこっちじゃんけんしてください。茨城ぶりやべえな。じゃあ C 番台離れたところで、コンソメさんのチームと、七味さんのチーム、こちらそちらの台でお願いします。どうぞ。してないんで、来なかったら酸欠からです。はい、コンソメさんのチームとトムさんのチーム手挙げてください。はい、手挙げてこっち来てください。こちらにコンソメさんに、じゃあ手挙げてじゃんけんして C 番台ですね、そちらプラス R 動いてる隣の台となります。はい、シャリアさん、ミツルギさん、ケントさんのチームとうちのチーム、シャリアさんチームいますか。運営台前です。はい、試合だぜ。で、モッチさん来たら教えてください。お願いします。いや、今ちょっとなんかちょっとホモっぽい展開やって、いや、やばかった。俺からやって、あ、ガチで来てる。まあ、チームメンバーも強いけど、クソル君も強いから大丈夫だよ。言うても君たちみんな強いから大丈夫。そんなファーストで固めましたみたいなネタやんなくても君も強いから。じゃあシャリアさんのチーム、こちらで試合で、シャリアさん、ケントさん、ミツリさん、
あ、じゃあちょっと俺実況紹介し、チームが試合してる間。はい、A 番内お待たせいたしました。本日もうすでに、ニコ生の方では1578人、来場者数がおります。そのね、9割ぐらいはソロファンでしょう。はい、ワンピー側がちょっとね、モッチーさん、あ、モッチーさん今ただいま試合なんですよ。 2P 側の方移動してください。サウダさんとアゼスケさんとモッチーさん、今 2P 側ですね。今アゼスケさんが先方出てます。そこにモッチーさんが入ります。3人目入りました。間に合いました、よかった。で対しまして、2P 側投げファースト、画像ファースト、アゲオイエローのソルとなっております。さあ、しかしヘルファイア状態のグランドバイパーじゃねえや、あのドラゴンインストール中のグランドバイパーはマジかっこいいんでね、ぜひ打ってもらいたいんですが、この状況で打つと死んじゃいますからね。さあ拾える、立ち食いからリボルバーループゴリゴリ削れる、ガンブレイズしながらねグランドバイパーするんですよ。が昇竜拳はジャンペス裏当て相打ちとなりまして、一方選手はアゼスケメイデュオ2 All or Nothing。シャリアさんのチームいますか。シャリアさん、アデスケさん、ケントさんのチーム、配布とか三決トーナメントなんですけどいますか。シャリ、あ、来た来た、よかったよかった。さあ、空対空ジャンピーから叩き落としていくナックソル、カフニール、これが強いらしいって何前も言った。今回ファフニールがいいですね。だから今回レバーガチャじゃなくてボタン連打なんでね、そこら辺が、ね、慣れないと辛いところはあります。ミオリーとかね、いいですからね。スタンプ8球からダッシュがこれで画面端い、円安から空気ダッシュ、 S 返したら直気出して下ろして、前ハイからリボルバー、今回の前ハイかっこいい、グランドワイバーヒット確認からリループ1ループ2ループ決めて叩き落とし、ジャン S 助けが当たらない、絶妙なやられ判定、イルカが出てきて、ここはガード。ですから、ロボキャン、バーストあるが、スカーッとが、これはダウンバーストが、イエロー、アゲオイエローのイエローロボキャン、あー、バーストは入らず、時が遅くなっていたので、これはあかんなとは思いましたが、当たらず、さあ、そして、いつも通り可愛いジョニエスからの2人目いきましょう。乱暴だな、エレガンスを磨かない男に人権はないってジョニーが言ってたよ。ゲームオーバー。目やばいっすね、マジで。ギルティーギア。Who dares to enter the main? My main. Main.Get ready to rock. さあ、それでは参りましょう。2人目出てくるのは画像ファースト。現在ファーストランキング1位か。先日オガちゃんとは五分だったと、すごいですね。オガちゃんとやって正直医者が一強だと思っていましたっていうぐらいにはオガちゃんやばかったらしいですね。やばかったっすね、ドアビルは。ほんかよしから、今回ラック早い、ジャンジー当てて2K、あのチョップの部分にしっかりバースト合わせないと使っちゃうらしいですね。タッチケエンス、イルカが出てきました。エンス、ロマキャンから画像的にも結構対応しておりますので、2杯すらガードさせたりとか、エンス、今みたいにエンスをガードさせた状態でロマンキャンセルをして一気に距離取って、距離じゃね、近づいていくっていうのがなんか画像くんのスタイルっぽいんですけども、打ち上げて落とす、体力が残りますが、上から変なポーズで出し切る、マイピー対空が一本選手が画像ファースト、体力愛が同時に当たる。メインはなんか設置してるキャラっぽいですね、なんかいろいろ画面に出して、
下がりましょう。2軒から物投げで立ち手ヒットを確認からエリアコンボを上海で指名して下で待ち構える2軒が強い停止しています。ただリベット前ピンからキャンセル前に出るがここで一方的に打ち勝っていきました。勝ったのはガドファーソー強い。人間の肉体が持つ可能性にゲームオーバーギルティーギアエグザイル。さあ2人目出てくるのはサウロさんのベッドライン。さあこれからファーストによるファースト先生による介護が始まってしまうのか。まあ寝たきりですからね、手厚すぎて困っちゃいます。さあ演奏前ダッシュガーポレ取って前に出る。まあベッドマン性能まあそこまで詳しくまだ自分分かるわけじゃないんですが、まあとりあえずこの飛び道具いい感じですよね。戻ってきますので挟み込む形になりますが、モテギリヒット。さあこうなってしまうと、まあ、あまりにも先生そんなしねやんなくてもいいですよみたいなね、手厚くどっかで100トンが落ちてましたね。流した空輸をうまく使いつつ逃げますが追いかける。しかしここはうまくダッシュの当て目に取ってワープの球、そして今度は戻ってきますね。ガウロハジさせて亀梨、ここは球ヒットうまく落として、さあサウナベットマン攻める、どっちだ。さあデッドアングルが漏れて、ここはバーストしよう。ガメシドリルから前へ進化してメットギリ、ここは読んでいたか。2点から爆弾がある愛を投げて画面端、はいメットギリ。さて実況変わりましたが、あ、ベッドマンか、分かってや。ジャンディーからゴーイングまでつないで、さて本当に俺何やってるかわからない。なんかね今までのシリーズよりはなんか異彩を放ってるんですよね、デッドマン。さて最終ラウンド、裏に回ってドリルで潰して投げている。と本当に分かんないぞ、投げててバースト打ってジャンディーから、こちらもベッドマンバースト打つ。そうなんかガードポイントで裏に行くっていうやつだったかな、確かニートから聞いた話だと。投げて画面端、さあなんとかここでファウスを画面端から脱出するが、あれかあれがガードポイントか。さてここでヘリウムガスが出るという6ハイスラから8000枚に吊るされる。勝ったのはサウダ・ベッドマン。本日飛空艇の情報、あいつ喋りすぎじゃね。理解しがたいと理解できないは道義ではない。勝ち画面で3行使ってるやつ久しぶりに見たよ、ルーファス以来だわ。まあその分戦ってる時に何も喋んないからいいと思うんですけど、ウィンガーさんとかって音しか聞こえなかったんで。これは罪川大将投げファウスト。
これは中堅対象でいいのかな。対象ベッドマン vs バウカー Get ready to rock。 さあ中堅対象戦、サウダーベッドマン対するは投げファースト。さて裏に回って投げて爆弾が出ている。さあヘリウム間に挟んでドリキャンでずらしながら降りてくるが、ここはきっちり確かに止めて爆弾も絡めたワンコンボ遠距離ですからバースト。さあ空対空で取りに行くが空中投げタッチパンから前ハイスラー装填まで、まずは投げファースト。さて直下でしのいで、あいつからタッチパンで取っている。メッタが出ている。走って、あ、ハンマーか、ハンマーつがあの100トンか。さて一旦距離を取って物を投げるいたするファウスト。あ、そうか、飛び道具だから装填するのね。上から降りてきてをロマキャンしてゲーダンを当てていく。ドリルカウンターからバースト。さあ体力差が結構ついているが離れてタッチハイスラー。どうしたどうした。なるほど、取りに足らない戦闘能力だが。そして最後は遠距離です。勝ったのは投げファースト。寝る子は育つと言いますが。オーバー。Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? アインさん、どっち勝った？勝ちで、はい。Soul Black Guy. ファイヤー。Fire. さて、大将戦。ワンピガは大将モッチブリジットじゃなかった、ごめん、ソウルだった。あのね、もう何回も言ってるとね、あのプレイヤーの名前とキャラがいね、なんかそれでセットみたいになっちゃうんですよ。この間もね、七夕スレイヤーって言いそうになっちゃったし。モチソルですね。マエピーから S ハイスラー走って隕石を空中フォルトでガードして、イエローローマン使って200トンで出るか。前に行く、タッチキーで止めて毒を間に挟んで毒はガード。ここはオイスをグランドパイパーで割っていってバースト使う。ロマキャン使ってドリルから3回オイス、つながっているジャンプアイスラーまで。さあここでタッチ系対空だが、ボルカニックバイバーが使って足払い、アイオキ攻めからタッチパンしゃがみハイスラー。これはジャンプアイスラーダウンオイチ、しかし遠距離です。1本目投げファースト、バスト。グリンガーはしゃがみで、しかしこれは毒までついて、ああれケインか。ゴーイングマイウェイ画面端。さあガードを固めるジャンプアイスラーガードから
直下でしのいでいく。ヘリウムガス、これ後でちょっと動画で確認しましょう。投げ返して超物投げ、とりあえず引火させる。あ、聞こえる。ジャンプハイスラ、ジャンプ P で近づいて、ここでリボルバーまで通す。ジャンプ系ドリルから遠距離 S、 カッタの投げファースト。あなたの体、急激な変調が始まってますね。手遅れになる前に見せてください。じゃあそうですね、サウダさんのチームまだありますので、というか連戦になりますね、両チームとも。Guilty Gear Exile。